失われた豊穣の力っていうのを少しずつ勾玉を集めて肥料に混ぜて植えることで植えるじゃないか、植えるか、ちょっと 肥料にすることで、ちょっと何だっけ、肥料にすることで力を取り戻すっていう、そういうシステムらしくて、で、ここは僕ですか、もしかして。それはまず、帰られへん、ちょっと行けへんな、無理やな、しか、また袋飲んでる、こんなん絶対分からへん、よしよしよし、飛躍のもと、やばすまずいまずいまずい、そうですね、さあ収穫を始めます、実るほど頭を垂れる稲穂から。風情がある。稲刈り号かまいたち。何それ。稲刈り号かまいたちとは何ぞや。結構ここら辺なんやろ、ちょっと何をどうしか忘れちゃった、忘れてしまったが、まあこんなところか。はい、いい感でじ、もわしのものじゃ。いい感じね、次は畑じゃ。量がやっぱ多いな、もうちょっとこう選別をしっかりしとかなあかんかったり、なんか火山の噴火とか家が襲われて、町村コミュニティ集落が襲われて、命からから種もみ持ってきたんですと思ったら、なんかあんまりつか全然減ってない。はじめはこう、ちょっと取れる量が少ない、ちょっとだいぶ少ない、1年目に取れた時ぐらいの感じかな、巻いた時ぐらいの感じかな、種の数、芋の数、余分じゃろ。全然やね、お、脱穀、繊維機。あれものを始め楽しんじゃないってくれた歯の方が濃いという気持ちになってる。歯車と鉄軸を作り、板を踏む力を車を回す力に変える。爪を引いておきます。はい。石材と鉱石。金太、どこにおりやすか。戻るか。戻って夜を明かして。いや、時経つの早いな。何か作るですか？加工品で作りたいもんな何いしか食べるますか？な。そんな大したつか。気合い入れてご飯は食べなくても良さそう。いただ一きます。日米を作る。あと、あれか、千箱機のさらなる進化系を作る。っていうのに、精を出すタイムなんで、特には、
まあ、外に出えへんので、ね、回復とか。おお。気になさらず夢中になって働けるのでは良いことではありませんか。思ったけど、もしかすると失敗したな。十分に干せたかな。ちょっと見るか。なあ、ちょっと干せない気はする。正直もう一発いった方が良かったかな。なんかつい冬になってしまうとは思う。足踏み脱穀機使っていきましょう。え、あ、明日、あ、連打するんや。早っ。早い。白米、完成、新米、完成。恐ろしき才のさえ、やはり神。ああ、いいんじゃないのかな。ただもうちょっと種もみの選別をしといたらよかったかもしれない。稲の強さ、味硬さ、果熟。反転前、つぼ割れ、島剥がれ病。ということ、状態が悪いってこと。過剰生育、来店板機、上り声。ちょっとよく分からへん。これよく分からへんもん、もうこのゲームをクリアしてしまうことになりそうな気がしてきた。ここに990カウンストだもんな。なんか選別はフルでしてしまってもよさそうな。いや、追い倒しや。ここら辺は全然持っとっても良さそうやね。こんなもんでどうでしたろう。生姜とかも違う。648シカト。シカト。あれ、なんか、え、減った量が少ない。うまい。シカト。購入だいぶしてるけど、しかとありゃ、なんで、なんでぞ、なんでぞ。こんなんいっぱい持ってても、しょうがいっぱい持っても、しょうがないことはないんやけど。贅沢にこう、あ、もう気にせんとね、そういうしがらみっちゅうか。火の神が何かわからないが、お酒とかもやっぱ作っていかなくてね、構成に。夜行性か。夜、朝昼。いただきます。あ、思ったんが、ああ、最高乗り込みたいところがあってですね、
一回行ってみるか。火の神とか強いのか弱いのかいまいち分からへんけど、さっきの、ところではなくて、命 SC307、 その上右上じゃなくて、ここ夜間にっていう、夜間に越えなあかんところがある。であとは勾玉がある。そう、失われた宝条の力のクエストなんで、ちょうど、まあ、やるにはいいですか、やっときゃいいんですか。ただ強いっつうか結構大変だと思うのね。前ボロボロにされたところではあるんで、昔かな、最近もボロボロにされてないんで、いらんとこでちょっと試しに行ってみるか。全然行かれへん、ダメージがまず入らへんの。なんでこういう障害物を使って削ると、そこは諦めの障害物削り。俺のパンチじゃ何も効かへんの。ちょっと技変えとくか。上飛燕を高波返しにしておきます。ちょっと敵も壁にぶつかるだけなんやけど、壁にぶつかるだけやけど、これで熟練度高めとく。やば、この土佐キントみたいなやつどうにか引っ張れへんかな。こっちにコンかな。土佐キント。あ、間違えた、そこじゃないな。そう、これがまずいのか。明日逃げ切る。これは一応踏破したいな、できたら。やべ、踏破したいっていうのが正直あるんで、なんとか耐えていて。この上にあるんか、あったんやね。まあこう来たことないからあったんやね。こういうのもないんやけど、太鼓の達人はどうにか。よーしょ、いや、はい、痛い痛い。でかいやつどこ行ったんや。スズメがなかなかいい味出してる。夜夜間クリアしたんですけど、まさか朝になるっていう。これでいいかな。あんまりでも、あ、ミスった感じにして、飛躍も混ぜて、
ンバンバン。あれあれ貿易都からのアイテムどこ行った。届いた届いた。強い。ダミとかこんなん使うタイミングもないんで使ってしまってもいいかなと思ったりしないけど。いただきます。力が下がっていますね。朝まで休む。朝朝やな。良い天気じゃ。良い天気じゃ。いっぱい紙とかね素材も変えたんで。加工品も作るし、どん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 作っていこう。でまた今日もしつこく粘りの購入で、こんなんどうなんやろ、いるんかな。全然いらんかもしれんけどね、もしかしたら。足りひ。あれ足りひんな。海水か。それはそれでまずい。てか冬やもん。あれ俺ご飯ん、これ今朝か。朝やな。朝いかな。戦いに朝やから戦いに行かなあかんのやけども、あかんのやけんども、肥料神器の皮回復しました。ありがたいな。神器の皮、果たして神器の皮とは何ぞっていう。力がな、もう無茶弱、技も無茶弱。食力は以下がまず分からへんから。行ってきまーす。行ってくるよ。行ってくるよ。ここら辺を越えていかんかったどうしようもないのかな。どうしようもないやろね。深部、前回は深部って見てないんであれなんやけど、奥に行くとなんかがある、なんかいるんやろ、おそらく。あ、五つぞやの化身、
あの時のカエル。火山で戦った奴のものに間違いございませぬ。やはり、よもつほむすびの仕業です。怖いのは苦手じゃが、放っておくわけにもいかん。覚悟せ。強いんか。いやー、防具下げるとかもありかもな。やばい、できちゃう。よいしょ、よーしょ。まあここはゴリゴリのゴリで四つ神の元凶立つ1分の1。やれやれ、元が弱いせいか今のわしでもどうにかなったわい。これで終わりであればよいのです。あの飛んでいった灯火が気がかりですな。よせよせ、不穏なことを申すでない。さ、帰って飯にしよう。王女の技3。よう、カツラ。おう。待て。ここはそれがしに任せてくれんか。まあ、その、なんだ。上がって、飯でも食っていけ。これ普通の人になる。鬼の力も完全になくなってんの。この目でここを見て、改めて分かったぜ。やはりてめえは始末すべきだったんだ。ああ。石丸、あくまでそれがしたちは。いや、大したもんだ。認めてやるよ、カツラ。いい米も作れたみてえだしな。うん。そうだろう。わかるか、お主。大丈夫な方なに、大丈夫なのに。食ってみてくれ。腹が膨れ、よく眠れば、どんな怒りも収まる。え？武士は食わねどってやつだ。ああ。飯ごときにこびたりはしねえのよ。お主は武士ではないだろう。戦の真似事など、もうやめよ。麓の世は確かに地獄だった。果てなき飢えと争いが、むごい話ばかりを生んでいく。それがしとて、戦場で恥をさらし、竹槍に追われた身。お主の口ゆ、幾ばくも察せぬほどには、鈍くもない。だが、それゆえにお主は、安らぎもまた知っていたはずなのだ。鬼の力を失った、今であればこそ。違う、違うぜ。そういうことじゃねえんだよ。やっぱりてめえってやつは虫ずが走ろう。え、百姓の真似事してるのはてめえの方だってんだよ。やれよ、うん、それでお互いあるべき姿とやらに戻れるだろうさ。侍は侍に、百姓は百姓にだ。違う、そのようなものは。ガイマル、おっと、下手な動きを見せるんじゃねえぞ。久しぶりだな。今でむちゃくりました。俺のこと覚えてるんだ。イシバル、俺はお主とそれがしの話だ。ガイマルを話せ。おいおい、関係ねえわけねえだろ。俺たちが世話になった頭の忘れがたみだぜ。もう救われへんのか、石丸。あがんのかな、こいつ。俺だって、やりてえわけじゃなかったんだ。はぁ。いや、どうしようもねえ、頑固もんでな。食うか食われるかも。あんなこと言ってたって、身内の一人も救えやしねえ。そうだ、かい。なんだ？あいつ、喋れなくなっちまったのか？めえ。あいつ、くせえなってきた。ガイマル、石丸、目を覚ませ。この島に戦はない。もはや上すらもないのだ。我々が争わなければならぬ道理がどこにある。ああ、何言ってやがんだ。俺の邪魔をしてんのはてめえの方だ。どうけ、今日のところは出直してやる。どうにも情けないな。これが再起の呪しだ。俺は何度でもやるぜ。何度でもな。ガイ
話せ。てめえはその獲物を話してくれるのか。分かってきたじゃん。くそ、話しやれ。どういうこと、今何した。ガイマル、我が追う。我が追う。ガイマル、ガイマル、しっかりする。見るで、見るで。失礼しました。まあそういうことです。どういうことやねん、話。これは姫もおるんか、まだ。そういや、ああ、入り口におった足蜘蛛からカイマルが倒れたと聞いてすっ飛んできたんじゃが、なんじゃ、ピンピンしとるではないか。カイマルが倒れたのは病ではありませんでした。心が離れた、そう見えました。そう見えたなんじゃ、むしろクソ死でもあるんじゃろ。私の知る医学では説明がつきません。でも確かにそう感じたの。興味深いですよね。一体どういうことじゃ、心はよ。よく分からへんな。結論から申し上げます。皆さんは人から神へと変わろうとしているのです。え、俺のびっくり、ちっちゃかったな。俺もう一回やろうかな、びっくり。ってこう、失礼しました。失礼しました。申し訳ないです。はい。豊花様のように、この頂きの世に長くとどまったことで、人の身でありながら、神器を宿しつつあると見て、間違いないでしょう。きっとすでに、おのおのの資質に応じた何かがあるはず。身に覚えはありませんか？ここんとこ、鉄場打つ土の方が光って見えることがあるような。恋の時決まっていいもんができんだ。それならオラも織り木が歌ってるように思うことがあるよ。いや可愛いんやけど、ちょっとやばいやな。それは私は医学では説明がつかない病状を知ることができる。神になるやで、みんな。俺が死は20杯は飯が食えるように。大食いの神。それは違う。タイマルさんは獣と心を通わせられるのでしたね。おそらくこたびの一件は強い恐れを与えられた拍子に、その石丸とやらにも心がつながってしまったのでしょう。幸い大事には至らなかったようですが、心を惑わす鬼の力に見入られていれば元に戻れなかったかも。ともかく大事なく何よりでしたが、皆さんは神にも等しい力を持ちつつあるようです。まあ、じゃあ処刑して帰らんのもやっぱ慣れていくほかはないでしょう。そうね、感じることはありませんわ。豊花様はそれは素晴らしい神であると伝え聞いております。これから皆さんがどうなっていくのか、それはひとえにこれからの営み次第ということです。悪かない方向に行っておるか。調べ物はどうであった。そうね、一回帰ったよね。そういえば、そういえば、そういえば。この二つ世にあるほとんどの山について調べました。やるべきことは見えたと思いますわ。ほとんどというとどれくらいあるんだ。合わせて3万ほどでしょうか。麓の世の方がかなり多いようです。その数もとんでもないが、すべて調べきったお主の頭もどうなっておるんじゃ。あいやね、さすが親友。愛、親友、素晴らしい。かなりの数の火山が密集しているようです。灰による害が一度もないという土地はおそらくないでしょう。となると灰から立ち直った土地とそうでない土地に分かれているということになるか。その通りですわ。そして灰による害は火山に近いほど大きく、離れるほど小さいのです、はい、これは遠方に灰が届くほどの大きな噴火は滅多に起こるものではないということで説明がつくでしょう。さらに言えば、稲作に向いた土地は生きた火山から離れているほど多いようですわね。はい。ということは、わしらは無茶なところに住んでおるんじゃの。しかし、私たちは神にございましょう。私の知恵と、さくなさんの豊穣の力が揃って通せぬほどの無茶ではありませんわ。思ったんやけど、火山の口のとこ、口っていうのが一番上のとこにチューブ、でっかい、こうむっちゃでかいチューブみたいなものをつけて、こう伸ばしてグッて曲げる、あ、水道管みたいな感じでね、でマグマが流れる方向を決めてしまうってどうなるの。ここまでの話向けられた方が終わってまうけどね。
稲作に向いてこっち向けんねえって。たまにしか灰を横にマグマが飛ぶみたいな。ということになりますよね。たまにとはいえ、灰は害を伴ったはずですから、灰による害は長き時の流れが消していくと言い換えても良いでしょう。なるほど。時の流れ。それを私たちの力で引き起こしてやるのです。それはチートじゃないか。移ろいの玉を用います。移ろいの玉。移ろいの粉なら聞いたことがある。移ろいの粉は玉から削り出されたものですが、玉の方は大きな力を持つため、手に入れるにはカムヒツキ様のお許しをいただかねばなりません。ならば、善は急げじゃ。カムヒツキ様のお願いに上がるとしよう。こっから行くわけな。カムヒツキ様のところに。冬一なんで。何か作るですか？ちょっと待ったってよ。まず。蚊を手に入れましてですね。蚊じゃない。蚊じゃ、マガタマ。マガタマ。多分。ゴーンと告白は。なんで勝手に動くんやろ。本当は調子悪いんかな。ジャイロット工場の朝セルフジャイロみたいな、なんかねえかな。あんまり粉とか、満腹のそんなに大したもんじゃないやろか。すごいな、氷なんかできるんや。はあ、これでいいや。はい、時間いくらいなんで今日はこの辺でありがとうございました。スパルサワでした。次は都に行くのかな。あ、ちょっとこれお話を見ておきますか。危うき男。あ、全然あれやね、ウサギの鬼もそうやしさ、石丸もそうやし、どうしようもないね。誰助け、力を貸してあげてもてかチャンスあげてもぜ全然今帰ってこい。足雲が罠を張ってくれた。石丸や鬼どもが峠やカッパの谷に近づけば吊るし上げになる子を鳴らすと。術仕掛け、術仕掛けゆえ大丈夫。甘いよ、どこよ、つくづくと。始めたの。あ、まさか、ちょっと待ってよ。もう準備した方がいいのか。技の蚊回復した。さてと。さあ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 。99、悪くない。ああ、塩水泉。へえ、じゃあ塩でやってみますか。どんだけ入れればいいのかちょっと分からへんから。塩水泉、塩水泉。
どんなもんだ。ちょっとずつさ、普通し、しおりこんなもん持ってんねん。もうちょっと質重視でいく。逆につば入れすぎてもダメみたいな、そんなのあんのかな。そういったも終わりないけど、入れすぎてしまった。この緑の真ん中琥珀をどうやってゲットするか分かれへんっていう。どうやってゲットするや。こんなもんでいいんじゃないですか。終わり終わり。沈んだか。ああ結構減ってんな。これこのままあのお腹減ってっから、お腹春やもんな。言うても春やから行くタイミング逃してるよね完全に。何か作るですか。いや完全にタイミング逃してるよ。何か食べるますか。いただきます。気づけばあれ。はい、じゃあまあタイミングいくらいなんで、今日はこの辺でって言って遊戯が始まって、それでそのこの辺で今日はこの辺でっていうのがリセットされてしまうっていう、はい、な感じです。ありがとうございました。お疲れ様でした。